ネコパラボリューム1、ソレイユ開店しました。私たちは猫の限界を超えた。完璧。切るのダメ。これはご主人様への愛ゆえでございます。覚えた程度だと思ってた。ご主人様、ちょっと喉をゴロゴロしてください。ショコラは猫の喜びをポーカーフェイスで我慢してみせますよ。ゴロ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 。言いやすい猫だと思わないでください。ショコラ、喉元なでなで。ゴロ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 。じゃあバニラだってやってみてよ。できるの？私は余裕に決まってる。猫魂も通じない胆力。カモン、ご主人、にしてごらん。見てご主人様、バニラの尻尾がピーンって、天をつく勢いでピーン。バニラめっちゃ喜んでるよ。違う、それはその…そう、言うなればショコラが近くにいるからその愛であって。今のはたまたま失敗しただけなんです。他のテストも試してみてください。絶対に大丈夫ですから。そう、他のは全て合格ラインだから大丈夫。この猫殺しのテスト項目全部試してくれればいいと思う。任せてください。ご主人様の猫ですから。Don't worry。また
とこない。チコ、もっとチコよれ。猫パラ。ただいま戻りました。ただいま戻り。もちろんです。バッチリ完璧なデリバリーでした。無事任務達成、パーフェクト。なんて言ったって、ショコラたちは立派な鈴持ちの猫ですから。鈴持ちの猫が2匹揃えば、心配なんて不要。合格は合格ですから。一発合格の確率は 5% 程度って言ってた。それにショコラと私は最年少合格猫。もっと褒めていいと思う。このおかげでお店の宣伝もバッチリ。お店の売り上げが上がったらきっと私たちにもご褒美があるはずと信じて。わーい、そこらはご主人様とお風呂入れる件でいいです。あ、でもお洋服とかも買ってもらえたら嬉しいです。たまにでいいので。私もお洋服欲しい。今日はご主人の変態趣味でも我慢する。一応ボケておいた方がいいかと思って。鈴持ちとして、わーい、ご主人様大好き。ご主人最高。それゆの立派な看板猫たちだ。にゃんてにゃんて、もうショコラ死にそうです。にゃー、これでご主人も私たちなしではいられない体に。にゃんと、そんなことも。鈴ってすごい、すごいだね。やっぱりそうですよね。鈴もらったくらいじゃね。あ、
にしぼんだ。ご主人の株が上がりすぎてたからちょうどいい。ショコラならすぐに元に戻るし、それにしょぼくれてるショコラもかわいい。ところに来ましたから、だから一人だったらなんて考えても意味ないです。
びっくりした。にゃんにするの、バニラはもう。わあ、これが言いがかり。濡れ衣とも言うもの。私を使いっぱにして、二人でイチャイチャしてるから悪い。匂いが違った。猫の鼻は騙せない。ふんふん。とりあえず、ショコラとご主人の間に私は座ろうと思う。開けて。開けてくれないなら実力行使。そのまま座る。重くない。ご主人は失礼。いやー、ご主人様の上ずれい。ショコラも乗る。乗ります。ご主人様の片足ください。そしたら平等。これ、人は両手に花って言って、私知ってる。嬉しいくせに、却下。じゃあ、ショコラも却下します。ゴロゴロ。猫パラ。ショコラ、この伝票ご主人にお願い。うん、わかった。行ってくるね。ご主人様、これ明日のオーダー伝票です。わかりました。いつもの場所に入れときますね。ちThank you.
じい様の匂い甘くてにゃーん。ご主人様、ご主人様、ゴロゴロゴロ。けど今日のは変だと思う。普通もしかしたら、でも立派な猫の証で任務了解。ショコラ捕獲、強制退去モード。猫